からか。よかった。無事だったんですね。ああ。鹿丸も来てたんだ。たまたま居合わせててな。里に大きな被害が出てしまったな。くそ。綱手様。今動けるものを2体に分けろ。一つは暁の討伐隊、もう一つは里の救援隊だ。速急にこの状況を打破する。各自に全力を尽くせと伝えろ。はい。ご苦労なことだが、結局それは無駄なこと。こいつらは。鼻と耳にピアス、そしてみんなが。お前が暁のペインだな。すでに俺の情報が入っているよ。ジライアが残してくれた情報だ。ただでは死ななかった。さて、単刀直入に聞こう。渦巻きナルト。さあね。もはや九尾をかばったところで無意味だ。我々の前ではいかにお前たちで神の力を前に人はただ逃げ惑う。ならば我々に屈服し従順にあったを。なめるな。我々の先代たちが求め維持しようとしてきた平和を崩そうとするお前らが何を言っても無意味だ。おごるな。こいつなんて。これがリンネガンの力。お前たちの平和が我々への暴力。確かに、かつてこの葉隠れがやってきたことが全て正しいとは言えない。だが、お前たちのこんなやり方は許せない。言葉に気をつける。これは神からの最後の警告だ。力すべてを注ぎ、お前た、それにお前は一つ勘違いをしている。勘違い。お前たちが一番欲しがっているものは絶対に手に入りはしない。木の葉の忍びがナルトをかばいきれると思っている。それは違う。ん？ナルトは強いぞ。師匠。平行線、このままでは無駄に時間。強引に口を割らそう。師匠、加勢し。俺もやるっす。ペイン、貴様の行いを許すわけにはいかん。今ここで五代目火影として、あいつの友として貴様を撃つ。戦闘開始。行くぞ。うわっ。はっ。はっ。逃がすか。うわっ。
さすがは三人、さすがはほかげと。お前たちはここで終わりだ。それはどうかな。沈め。いつの間に。何？こいつ一瞬で頭の中を読み取ったってのか。どうやらここにはナルトはいないようだな。妙木山、確かガバの隠れ里だったな。ここを探しても無駄だったということ。神の前ではいかなる策も通用し、圧倒的な力の前では全てが無意味。お前たち大国が証明してきたこと。お前たちはこの世界の主役だと思い上がり、死を遠ざけて考え、平和、人を殺せば人に殺される。憎しみがこの二つをつなぎ合わせる。ザレ事をペラペラと。戦いとは双方に死を、傷を、痛みを伴う。私たち大国も痛みを受けてきた。言いがかりをつけてこんなことをするのはやめろ。少子、痛みを感じろ、痛みを考え、痛みを受け取れ。まだ何かするつもりか。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。ヘイ死者。
圧を終え、絶対。はい。